純粋船クレメンタイン船へようこそ。この遊覧船はフォンテーヌで一番重要な壮麗なる都市フォンテーヌ帝域だよ。私は今回の説明役のアイベル。ナビア船のエルファネ先輩ほどは頼りにならないかもだけど、説明役頑張るから、行き届かないところがあったら遠慮なく言ってね。あ、間違えた。到着後お申し付けください。誠心誠意ご対応いたします。だった。本題に戻ろう。この航の目的地はフォンテーヌ邸だよ。フォンテーヌが誇るリノベーションや今流行りのグルメ、近々行われる大公判、全ての情報はスチームバード新聞にて。
が本当の黒幕だった助手のヤコバさんとスズラン十字結社で決戦するショーを読んだ時なんか触覚の震えが止まらなかったな。あれ？ネタバレしちゃったかも。とにかく純粋線の進む方向を見てみて。私たちメルジーヌの故郷のメルシー村はあそこの深い地下のところにあるんだ。チョックやそろそろポアソントンネルだよ。よく考えるとこの航路って基本的に乗ってくれる人がほぼいないんだよね。人間って砂漠があまり好きじゃないからかな。フォンテーヌを出入りする主流ルートはリーウェの沈玉の谷を通る道だしね。聞いた話じゃ砂の多いところだとクロックワークマシナリーの故障率も上がるんだって。そりゃわざわざ暑くて乾いた砂漠を通ってフォンテーヌに来ないよね。ごめんね、お客さんがおかしいって言ってるわけじゃないよ。覚えたわよ。はい。ここ。ほらほら、右手を見て。エピクレシス歌劇場のあるペリミュス島が見えるでしょ。あのすごく高い建築物が見える？あの高いの何でしょう？ってエルファネ先輩に聞いたことがあってね。そしたら先輩は、知らない。物事の意味を知って何の役に立つの？って。とにかく、エルファネ先輩はとても素敵で親切なメルジーヌなんだ。機会があればぜひナビア船に乗って先輩の案内を聞いてみてね。さて、私の後ろ水路の真正面に見える街がかの壮麗なフォンテーヌ邸だよ。降りるときは荷物をしっかりチェックしてよね。
呪言、律令、呪言。律令、呪言、チョック。律令。さて。
新天堂地。揺らぐことなし。ああ、少し疲れた。旅の収穫だね。新天堂地。
タムーンティーの。何をすればいい？新聞社は光を指し示す灯台であるべき。
Thank you.